フォンシニゲトは、スペインマドリード出身のオートバイレーサー。ロードレース世界選手権で、延べ13の、世界タイトルを獲得したアンヘルニエトの追いにあたる。フォンシは、ロードレース世界選手権 250cc クラスで、活躍した後スーパーバイク世界選手権に参戦し、現役最後の2010年シーズンは、ロードレース世界選手権、元2クラスに参戦した。 本市は、スペインの国内ロードレース選手権に参戦し、1998年には 125cc クラスの、1999年と2000年には 250cc クラスのチャンピオンを獲得した。1999年には、国内選手権と並行して、ロードレース世界選手権 250cc クラスに、ヤマハ TZ250 を買って、 フル参戦を開始し、2000年にはエストリルで6位、シリーズランキングでは14位の成績を残した。2001年にはマシンをアプリリアに乗り換え、第12戦バレンシアと第15戦セパンでは3位表彰台を獲得、シリーズ5位に入る活躍を見せた。2002年はフォンにとって 250cc クラスでのベストシーズンとなった。 第3戦スペイン GP での初優勝を皮切りに、シーズン4勝を挙げ、マルコ・メランドリに次ぐシリーズランキング2位を獲得した。翌2003年は、ドニントンでの1勝に止まりシリーズ5位、2004年は、未勝利でシリーズ7位に終わり、フォン氏はこのシーズンをもって、一旦 GP を去ることになった。2005年シーズンより、フォン氏は、 スーパーバイク世界選手権に活動の場を移した。カラッチチームでドゥカティを借り、デビューシーズンをシリーズランキング17位で終えた。2006年には PSG 川崎チームに移籍。第9戦圧ンのレース2で初表彰台3位を獲得。その圧ンのレース1で初優勝を果たしたチームメイトのクリス・ウォーカーに次ぐシリーズランキング10位に入った。 2007年は最終戦マニクールのレース2で3位を獲得、シリーズランキングでは12位になった。第11戦ラウジッツリンクでは、ウェットセッションとなった予選で、開始直後の一瞬のドライ路面を逃さずに、絶妙のタイミングでのタイムアタックに成功し、自身初のポールポジションを獲得した。また2007年には重傷を負ったオリビエ・ジャックの代役として、 川崎レーシングチームから第5戦フランス GP1 戦のみに出場、決勝は11位で、モートジッピークラスデビューを果たした。2008年シーズンは、アルスターズキに移籍すると、いきなり開幕戦カタールのレースにで、初優勝を果たす活躍を見せた。シリーズランキングでは、チームメイトのマックスノイキルヒマーに次ぎ、 もう一人のチームメイトの香山幸雄を上回る6位の成績を残した。2009年シーズン、アルスターチームは3代から2代に体制を縮小することになり、本誌氏は香山を上回る成績を残していたにも、かかわらずシートを失うことになってしまった。しかし、アルスターに残留したノイキルヒナーが、第5戦モンツァで重傷を負ったため、本誌氏は代役として、次戦。 キャラミよりチームに復帰3ラウンドを戦った。ところがその代役の座もケビン・シュワンツの支援を受けたアメリカ人ライダーブレイク・ヤングに奪われることとなった。これにより一戦だけ失業状態になったフォン氏だったが第10戦ブルノからは DFX コルセチームと契約し重傷を負って 長期欠場中のレジスラコーニの代役として、デビューシーズンの2005年以来久しぶりに、ドゥカティのマシンに乗ることになった。結局このシーズンは14ラウンド中8ラウンドの出場となり、シリーズランキングは21位に終わった。2010年シーズン、フォン氏は、ロードレース世界選手権に復帰を果たした。 250cc クラス後継の元2クラスに、いとこのヘレテニエと、パブロニエと兄弟が運営する、G22 レーシングから、森脇のマシンを買って参戦。第8戦ドイツ GP で、同じ GP 復帰組のロベルト・ロルフォと表彰台を、めぐってのバトルを展開し4位に入ったのが、ベストリザルトで、年間ランキングでは18位となった。2011年シーズンもチームに残留する。 予定であったが、前年のインディアナポリス GP で骨折した左足の虚骨と小骨の回復具合が思わしくなく、2011年2月7日、フォン氏は現役引退を発表した。ありがとうございます。